ターマリーの声と妄想の世界。スターマリーの声と妄想の世界。この番組ではファンタジーユニットスターマリーが毎回声優のゲストさんをお迎えしてトークや朗読をお届けします。こんにちは、パーソナリティの岸田のぞみです。スターマリーはファンタジーな物語を歌とダンスで表現するユニットです。そして今回一緒に妄想していただく声優ゲストさんは原夏子さんです。はい、こんにちは、声優の原夏子です。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。お久しぶりです。ご無沙汰してます何年前だろう、あれ何年前だろうっていうぐらい前にね、はい、おにぎり、アニメおにぎりっていう、うんうん、あれですね、私たちスターマリーが主題歌をやっていた、はい、そうですよね、アニメがあって、はい、そこでね、実際スターマリーも声優をね、うん、初挑戦させてもらったんですけど、はい、そこで出会ったっていう。出会った、そうですね、アフレコ現場でご一緒してましたもんね、はい、2016年なんです。あ、うわ、あれ今2022年ですよね。そうですよね、とんでもない。やば、そうですよね。もう私はそれがもう緊張してるっていうイメージしか残ってなくて、はい、いやでも私すごい、はい、なんて呼んだらいい、岸田さんでいいですか。そうです、そうです。まずじゃあ、はいはい、お互いなんて呼んだらいいか決めましょう、はい、あ、わかりました。原さんとかだとちょっと他人行儀っぽいですよね、はいはいはい、確かに、そっか、なんてお呼びしたらいいですか。でも大体みんななっちゃんが多いです。じゃあなっちゃん、なっちゃん、はい、私のことはのんちゃんって呼んでください。のんちゃんで、あ、はい、はい、お願いします。そう、でものんちゃんがやってたキジムナーのキャラクター、はい、すっごい覚えてて、嬉しい。なんかすごい印象的だったんですよね。なんか潰れるシーンありましたよね。 ありました、ありました、はい。すっごい覚えてて今も、そうなんですよ、アマテラス、アマテラス。ねえ、そうですよね。ですよ、いやでもそこでご一緒してから、うん、ツイッターをねフォローさせてもらって、あ、はい、してます。でそこからこういうの見てたんですけど、はい、まあなんと地元も近いということで、あ、ねえ、びっくり、嬉しい。地元トーク、地元トーク出したら止まんないかもしれない。ちょっと免許取った場所が一緒かもしれない疑惑がね。そうなんですよね。さっき話してたら、ね、もしかしたら同じかもしれないですって言って、車の免許取ってる。いや本当に同じかもしれないですよ。いや多分同じな気がしてます。ですよね、うん、でちなみにスターマリーのメンバーに、はい、その静岡県出身の子がもう一人いるんですけど、その子も同じところに通ってます。すごい、そうなんです、世間って狭い。いやーね、嬉しいです、今日はご一緒できて。いや嬉しいです、ありがとうございます。最後までよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。スターマリーの声と妄想の世界、最初のコーナーは妄想トーク。この時間は毎回ゲストさんと妄想トークを行います。今週のテーマはこの仕事やってみたいです。おということで、はい、このアニメに出てみたいとか、うんうんうん、あの役やってみたいとか、はいはい、まあ、声優さんの以外の野望ですとか、うんうん、いろいろ何でも大丈夫なんですけど、はい、何かありますか。いや出てみたいはいっぱいありますけど。いっぱいそうですよね、ありますけど、うんうんうん、なんか一番本当に出たかったのは、はい、まだわかんないですけど、うん、庵野秀明さんの作品が大体大好きで、はい、大体大好き 大好きで、うんうんうん、多分ちっちゃい頃ほぼ庵野さんの作品のアニメを見てたんですけど、はい、まあ、多分一番有名なのがエヴァンゲリオンとか、うん、彼氏彼女の事情とかもなんかもう本当に大好きで、はい、うんうん、そのね、エヴァンゲリオンに出てる世界線に生きてみたいとは。この間ね、一応最後の映画が終わっちゃったんで。そうですよね、ね、そう、私そのアニメにものすごく疎くて、あ、はいはいはい、でも私でも知ってます。よかった、はい、いやそうなんですよ、なんか結構ずっと映画がやるやらないみたいなのを、うんうん、本当に 4,5 年ずっとみんなファンはずっと待ってたんですけど、はい、これもやらないまま終わるんじゃないかぐらいの、うん、それがね、つい最近なんとファイナルが終わってしまった、喜びと悲しみで。わかります、ファイナルって嬉しいけど寂しいですもんね。そうなんですよ、うんうん、ね、だから、まあ、なんか庵野さんが次も、はい、なんか実写とかは今作ってるらしくって、うんうん、アニメ作ってくれるかわかんないんですけど、なんかご一緒できたらいいなってずっと
思ってます。じゃあそれはあれですね、はい、そのアニメに出てみたいとかあの役代わりにやってみたいみたいな、うんうん、声優さんのこの仕事やってみたいっていう枠ってことですよね。そうですね、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、うんうんうん、ちょっと一番に挙げるとそれかなっていう感じですかね。声優さん以外で何かあります、はいはい、そうですね、声優さん以外だと、うん、なんかちょっと前に、はい、どの職業が一番年収が高いかみたいなのを調べたことがあって、めっちゃ興味湧きました。なんか一番1位だったのが、はい、飛行機とかのパイロットの方が年収がトータル、まあ人に個人差はあるけど、うん、トータルで高いらしくて、そうなんだ。女性パイロットってあんま聞かないけど、はい、まあ、確かにいたらかっこいいよなって思いつつ、うん、ただ、まあ、ちょっとパイロットよりはで2位が医者だったんですよ、はい、そうなんですね。トータルで、あ、医者、女の人の医者ってかっこいいなと思って。かっこいい。いや、なれるか置いといて、置いといてやってみたいってことですもん ね、 職業医者ですって言ってみたい。あ、それは言いたいです。私も言いたいです、ね、もうすごいかけ離れてるけど言いたいです。医者もいろいろあるけど何がかっこいいですかね、医者って。でも私動物が好きだから、はい、あー、獣医さん、獣医さん、獣医さん4位でした。おお、なかなかいいですね。獣医さんがランキング結構上位で、びっくり。そうなんです。でもなんか獣医さんっていいですね。なんだろう、ちょっと親しみもあるし、うん、確かになんか根拠遅れなそう。なんか外科医の医者とかだとちょっと近寄り、男性もなんかプライド高そうだし、ちょっとなんか年収も高いからみんな近寄りだなそうじゃないですか。確かに根気が遅れるっていう。ね、でも獣医さんとかってなんか動物が大好きな人って悪い人いないから、なんか街にあるイメージですもんね。ね、いや、面白すぎる。獣医さんなんか程よく、あ、ちょうどいい、幸せに暮らせそうですよね。あ、確かに。お仕事だけに生きずちゃんとした家庭も持てて。でもそのあれですね、やってみたいみたいな職業を年収から選ぶあたりが、うんうん、なっちゃんすごく面白いですね。本当ですか。いや、ちょっとね、やっぱ自分で稼げるってちょっとかっこいいですよね、うん、あ、でもそれはすごいわかります、ね、こうなんか家庭に入って旦那さんにいろいろやってもらうというのもすごい憧れますけど、うんうんうん、でも私は絶対に共働きがいいんですよ。いや、わかる。私も本当ですか。専業主婦絶対なれないんで。絶対なれないですよね、うん、まず家事が苦手だから。ねえ、私も料理一切できないんで、いや本当にすごいしてそうな勝手なイメージですけど。いや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 、全然もう多分調味料も全然ないです、うち。コンビニか外食しかしてないんで。何がありますか、じゃあ唯一の調味料家に。マヨネーズ。あのコンビニ食に付け足すときにマヨネーズがあれば大体美味しくなるっていう。確かに。いや、間違いないです。すごいなんかこんなになっちゃんとたくさん話すことって初めてじゃないですか、ね、初めて、はい、私のイメージが、はい、なんかどんどんいい意味で崩れていきます。あ、本当ですか。はい、あ、いい意味で よかったのかな。いい、本当によかったのかな。はいはいはい、なんか、はい、勝手なイメージだったんですけど、うん、もういつもこう画像とかそのツイッターとかのつぶやきを見てて、はいはい、なんて大人っぽい女性的な、なんかすごいセクシーな方なんだろうって思ってたんですよ。はいはいはい、そのセクシーの秘訣は何なんだろうって今日絶対に聞こうって思いながら来たんですよ。背の字もなかったですね、今のところの会話。その何て言うんですかね、はい、こう見た目っていうか、うんうんうん、このオーラとかはもうすごくセクシーなんですけど。本当ですか。中身はもしかしたら違うか。そうか。え、でもなんか私も、うん、のんちゃんなんか料理とかすごい好きそうなイメージ、勝手に。本当ですか。はい、なんか頑張ったらもしかしたらできるかもしれないんですけど、はいはいはい、ちょっとあのメニューが3種類ぐらいしかないです、うん、家で自炊するメニューが3種類ぐらいしかない。で、主に電子レンジ。電子レンジ便利だから、もうガス代がめちゃめちゃ綺麗です。はいはい、私もガスなんてほとんど使わないな。本当ですか。卵を茹でるぐらいですね。で、マヨネーズ。そう面白すぎる。っていう点で言ったら、はい、私は、うんうん、その料理人とかもやってみたかったなって思います。あ、料理人、うん、絶対無理ですもん。そうですね。いや、でも私料理人だったらその人と結婚したい。知ったい。もう自分は作らないって。だってやってほしい。人に作ってもらったご飯ほど美味しいものってないじゃないですか。ね、いや、ほんとそうなんですよ。いや、ね、そうしましょう。ね、でもなんか料理人とかプロの人だと家に帰ったら作ってくれないんですかね。
え、どうなんだろう、ね、なんか作ってくれなくって自分が作った料理に文句言ってきたら、あ、やだやだ、ね、やだもう作んないよってなります。本当にやだやだ。いやでもどうなんだろう、すごい面白い話を聞きました。あ、よかったです、はい、もう印象はマヨネーズです。すごい、はい、マヨネーズの記憶が一番なんですね。です、いやとっても面白い、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ということで妄想トークのコーナーでした。スターマリーの声と妄想の世界。続いてのコーナーは即興朗読劇、イエイイエイ。この時間は素敵な声の持ち主であるゲストさんにスターマリーの作品を朗読していただこうというなんとも贅沢な企画でございます。今回お届けするのは猫にパスポートという作品です。はい、この作品は、はい、猫とパイロットの出会いと別れの物語です。はい、ということで、はい、なっちゃんにぴったりの曲だって思いました、はい、私。お、猫ちゃん飼ってらっしゃいますよね。猫ちゃん大好きです。そうですよね、はい、飼っております。猫じゃんと思って、はい、全然嬉しかったです、ね、いや、うんうん、私もなんかあの声優以外での時に、はい、人じゃなかったら猫になりたいって言いたいぐらい、猫大好きですもん。もう人に飼われたい。猫ちゃんっぽい。あ、本当ですか。猫、うん、ちゃんっぽいです。いや、もう猫ちゃんのあのね、自由な、うん、こうね、のんびり寝たい時に寝て日向ぼっこして、うん、かわいいですね、生活したい。この曲あの、はい、最近披露した曲なんですよ、はい、サーマリーの曲の中で、はいはい、私も本当に大好きな曲なんですよ。嬉しい。 なっちゃんに、ね、はい、朗読してもらえるのとっても楽しみにしてきました。頑張ります。贅沢ということで、なっちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。猫にパスポート。ゴミ箱あされ、ごちそうだ、嬉しいにゃ。滑走路の隅で暮らしてるんだ。石ころみたい。パイロットさん、僕に気づいたの？ドキドキするにゃ。何もしない。だから意地悪しないで。え？抱っこしてくれるの？ごめん、僕汚いよ。初めてだ。そんなことしたら、たちまち君を好きになっちゃうよ。この狭い世界から、今すぐ飛び立とう。予知ないトランク、希望を詰め込んで。あの世界へと、今すぐ羽ばたけるんだ。君がくれた、猫にパスポート。夕べは嫌な夢を見た。怖かったにゃ。ずっとずっと君を待ってた僕、どうしてだろう。予知夢か、それは別れのサイン。寂しいにゃ。星座を見上げ、涙ぽろり。どこへたどり着くんだろう。明日、僕らの便は。パスポートはあるのに、ためらってばかりだね。嫌になっちゃうよ。この狭い世界から、今すぐ飛び立とう。予知した最後の見送りをするため。滑走路、真ん中を汚い猫が駆けていく。予定のフライトへは乗らないで、ひたすら走った。抱っこしてほしい、もう一回。パイロットさん、君の手にがぶり噛みついて、真っ赤に染まる未来を変える。君が好き、君が好き。この先何があっても、世界で一番好き。抱きしめてくれたから。
君が操縦するはずだった飛行機が消息を絶った。僕が深い眠りにつく頃、もう夢は見れない。さあ、未来はどっちだ。手の中のパスポート、誰かのせいにするな。自分で決めるんだ。いつも大事な人へ、たまに自分自身へ。そしたらいつか景色は変わるから。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なっちゃん猫ちゃんだいや、なっちゃんが猫ちゃんでしたなんか嬉しすぎる。これ歌詞なんですよね、歌の。そうなんです。すごい、なんか初めて会うタイプの歌詞でした、うん、なんだろう、なんかこうよくある、うん、ね、こうメッセージ性の分かりやすい共感する歌詞とか、はい、うんうんうん、とはまたちょっと物語風というか。あ、そうなんだ、ね、スターマリーの曲はそういう曲が多いんです、はい、ねえ、はい、すごい、なんかちょっといろいろ想像をかきたてられるような、うん、そうなんです。いや嬉しい、ね、いやすごい猫ちゃんなんかこれ ちょっとね、なんかどういうことなのか深掘りしたくなるような歌詞がちょこちょこ入ってて。よくスターマリーのイベントで、はい、うんうん、この歌詞を、うん、あ、この歌詞を書いてるのがうちの社長なんですけど、はい、社長。あ、そうなんですね、手振ってるなんですけど、社長と一緒にその歌詞、はい、こういう考えがあるんじゃないかみたいな授業みたいなイベントとかもやったりしてて、へ、人によってやっぱスターマリーの曲は受け取り方とかが、うん、違うから変わる。これはでもすごい嬉しかったです。かわいい猫ちゃんでした。あ、じゃあこれ社長に先にどういう意図か聞いといた方が良かったかな、はい、まあでもちょっと自分の中でね感じたインスピレーションで今は伝えたんですけど、はい、猫ちゃんでした本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで即興朗読劇のコーナーでした。別れの際声と妄想の世界。この時間は原夏子さん、なっちゃんともう少しお話をしていこうと思います。はい、お願いします。はい、ということで聞きたいことがあるんですけども、何ですか？声優さんになったきっかけ、うん、あー、そうですね、はい、うんうん、なんか私お兄ちゃんがアニメーターっていうのかな、はい、というかそういう仕事をしてて、はい、でちっちゃい頃からなんかアニメも2人とも好きで見てたんですけど、うん、なんかその裏側みたいな、はい、アニメーションはこうやって作られるとか、声優さんのアフレコ現場とか、そういうのを多分お兄ちゃんがちょうど6個離れてて、はい、私がちっちゃい小学生ぐらいの時からずっとそういうのをお兄ちゃんと一緒に見てて、うん、あー、そうなんだ。だから結構早い段階で声優さんっていう職業を知って、なんかね、小学校とかってなんかこのキャラクターが生きてるって思ってね、みんな中にそんな、はい、その声を当てる人がいるなんて知らないで見てるじゃないですか。本当にそういうタイプでした、ね、なんか結構小学校の低学年くらいから声優さんを知って、
あーそうなんだ。そっからなんか多分お兄ちゃんが、はい、結構早い段階でもうアニメーターデビューしてたんで、あーなんとなくなんか私も小学校の、うんうん、多分2年生ぐらいまではセーラージュピターになるって書いてたのに、はい、わかりますね。3年生から急に声優になるって書いてて、いなかったですそういう子そうなんか1年の間に何があったみたいな、うん、びっくり。そうなんですよ。あーじゃあもう本当に小さい時から声優さんを意識して、うんうん、そう本当に声優さんになれたってことですもん ね。いやそうなんですよ。なんかすごい一回ねちょっと高校生ぐらいの時に、はい、まだオタクっていう文化がちょっと恥ずかしいぐらいの時期に、うんうん、でもちょっと声優になるって言えなくて、はい、なその周りには言えなかった時期もあったんですけど、うん、なんかちょっと恥ずかしいですよね。なんかちょっとしかも周りにその声優、うんうん、今はね声優なりたい人とか増えてきたけど、多いですよね、その時期になんか声優なりたいみたいに言ってる子がいなくて、うん、いや本当にいなかったですねー、うん、だからなんかちょっと恥ずかしいなと思って、うん、全然多分結構ね多分早い段階から養成所行く子が多いけど、はい、私はもう大学まで全然普通のビジネス実務とか言ってました、そうなんですね。なんか周りに言えないから恥ずかしくて養成所とかも行くって言い出さなくて、えじゃあその後大学卒業してから行ったんですか？短大なんで、うんうん、2年なんで2年で卒業して、うん、で就職もう先も決まって、え入社式も出てえたんだけど、なんかちょっと多分研修期間、入社式が始まる、はい、研修期間が内定決まってから3ヶ月、うん、4ヶ月あって、うんうんうん、その時に結構その事務所に愛知の時の事務所に入っ一応入ったというかお仕事も始めてて、うんうん、はい、まあでも両立していこうか迷ってたら、うん、入社式ぐらいの時に、はい、あこっちでやっぱりやりたいって思って、うん、入社式で辞めましたすごい迷惑会社はいい迷惑本当に初めて聞いたそれもびっくり。そうなんです。しかも多分なんか理由もそっちやるって言えなくて、私なんてなんかなんでちょっとなんか違う理由とかでやめましたね、はい、すごいチャレンジャー。本当迷惑ですよね。いやでもそこでやっぱり私が行きたい道はこっちじゃないって言って方向転換できることがすごいなと思います、はいはいはい、ですかね。いや本当すごいですやなん、うん、でもなんか、うんうん、やっぱ東京ってそういうなんか声優さんになりたい人とか芸能界に憧れてる方とかがたくさんいるから、はいはいはい、どういうことをしたらこうなれるみたいな、芸能界に進めるみたいなことがよく分かってる人が多いじゃないですか。確かに情報も多いというか多いじゃないですか、うんうんうん、でも私たちが住んでたところってすごく、ね、なんて言うんでしょう、まあね、結構田舎の方なんで。そうですよね。情報もないし。そうですよね。周りになんかねそんな目指してるとバカにされるぐらいの。いや言えなかったです、ね、私も。あやっぱり言えなかったです。高校生の時ぐらいからちょっといろいろ調べてやれるようになったんですけど、はいはい、なんか自分で調べないと、あもうなんか周りが何も教えてくれないから自分でやらなきゃと思ってやってることをみんなに知られたくないみたいな、はいはい、いやすごいわかる。なんかねちょっと変にいじられるっても嫌だし。そうなんですよね。ねえ、え何目指してんのみたいな。わかる。そういうなんか言い出せない勇気とかも、はいはいはい、なんかでもそれでもあれですもんね、まあ、入社式でやめてとかちょっとだからデビューは声優さんにしては遅いっちゃ遅いんですけど、うん、そうなんですね。多分やっぱ東京に住んでる人って高校生ぐらいから結構そういう、うん、なんかね その養成所通って大体なんか卒業ぐらいの時にデビューしてとか、そうなんだ、多いからやっぱ東京の人はそういう知識があってそういう学校も多いからずるいってその時は思ってました。うん、そうですね全く同じですね、うん、どうしたらいいのかが分からなかったから。本当に相談できる、ね、人も周りにいなくて。そうでした、ね、お兄ちゃんやってたんですけど東京行っちゃってて、うんうん、あそうなんですね。結構その最初の頃はお兄ちゃんも食べていけなかったからって言って3、4年帰ってこなかったんですよ。あ今はねもうすごい何回も帰ってきてるんですけど、すごいだからねなんかどうやって声優になるんやみたいな。わかんないですもんね。そうわかんなかったです、じゃあその声優さんになったきっかけは、はい、そのような経緯があり、うんはい、思い出の作品も聞いてもいいですか。あそうですね、うんうん、いやいっぱいあるんですけど、はい、やっぱ
デビュー作が私そのショートアニメだったんですけど、はい、デビューというかその初めてメインをやった役が、うんうん、なんか JK 飯っていうアニメで、うん、すっごい初めてのメインだけど、うん、結構ショートアニメって早口だったりするじゃないですか。わかります。ね、うん、だからそのなんかすごいうわーっといっぱい喋らなきゃいけないセリフがあって、うん、はい、だけどなんかね3人での女子高生の会話をしなきゃいけないんで、うんうん、結構なんかえたたた大丈夫かなみたいなところでやりつつ、でもなんかすごいやっぱあの収録の記憶が一番今も鮮明に残ってるというか。でも大体こうすっごい緊張してる時とか、はいはいはい、なんかすごい練習した時とか、うん、なんかそういうことってめちゃめちゃ頭に残りますよね。残りますね、うん、あとなんかそれが初めてオンエアされた日とか、はい、鮮明に出来上がってるみたいな。すごい。いやーね、なんでそうですね、思い出深いかもしれないです。そういった点では私はもうおにぎりです、はい、ねえおにぎり。いやでも私おにぎりも多分デビューして2年ぐらいとか、うん、本当に、そうなんですか。そうですそうです、多分本当遅かったんでデビューしたの、多分その後そうですね本当2年ぐらいで全然。だから私もなんだろう、びっくり。なんかその他の方が割と声優さんも結構いろいろ現場出てる方多かったじゃないですか。多かったです。いやだからもう私も隅でポツンと、なんか迷惑かけないようにしなきゃってずっとやってました。全然そんなに思わなかったです。いやいやいや、すげえアマテラスと思いながら見てました。いやいやいや、ねえ、びっくり。そうなんです。わーすごい、もう貴重なお話を。いやありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ということで、はい、もうスターマリーの声と妄想の世界、うん、エンディングでございます。 はい、あっという間、あっという間。なっちゃんいかがでしたか。いやすごい楽しかったし、うん、嬉しい。なんかおにぎりからの出会いからの地元が一緒ってほぼね、うん、まあ、ちょっと違いますけど、ほぼ一緒っていうのが、うん、いやなんかすごい嬉しくて、ありがとうございます。なんか普通に地元トークだけで30分いけそうですよね。あ、いけます。いけますね。次行っちゃいますか。本当なんかもう妄想関係ない話でずっと話せそうなぐらい嬉しいです。なんか共通点があってすごい嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ということでね、次回も原夏子さんをお迎えしてお届けします。スターマリーの声と妄想の世界、このあたりでお別れです。パーソナリティの岸田のぞみとゲスト出演していただいた原夏子でした。せーの、さようなら。